奈良飛び古事記日本書紀のふるさと葛城と題しまして、シリーズでお送りいたします。パート1は雄略天皇が葛城山中で出会った神様を祀る一言主神社をご案内いたします。皆さんこんにちは、奈良とびっきり観光ガイド香山隆盛です。パート1ではまずこの葛城というエリアにつきまして、先に簡単に解説しておきます。これが奈良県全体の地図になります。葛城はこの辺りになりますので、広い奈良県の中ではまだまだ北部エリアです。葛城という地名はおおよそは葛城山を含む金剛山地の東側の麓を指しています。現在の行政区分ではいくつかの市区町村にわたる可能性もありますけれども、おおよそは御所市、葛城市となりますので、このシリーズでは御所市を中心に名所旧跡をご案内いたします。この地名の読みなんですけれども、県外の人はどうしても御所と呼んでしまいがちですが、御所です。そしてもう一つ、この葛城の葛、葛という漢字なんですけれども、これも日本語の難しさを痛感する一文字なんですね。もともとはこの下の部分が火だったそうなんですけれども、現在の常用漢字としては句の中に人と書くこちらとなっています。しかしながらこの葛城市、2004年平成16年に新庄町と大間町が合併して誕生していますけれども、官報告示では前者の火の方を採用しています。両方とも全く同じ意味を持つ異体字ですので、書類等ではどちらを使ってもいいそうです。ということで当動画では火の方を使っています。では一言主神社をご案内いたしましょう。正式名称は葛城一言主神社と言います。奈良と大阪を隔てる金剛葛城の連山は、古代より神々が鎮座する場所として崇拝されてきたんですね。古事記の冒頭に登場する神々が生まれ住まう場所、高間ヶ原は現在の御所市高間であるとされています。また葛城という名の由来は、日本書紀神武天皇の下りで害をなす集団をクズの鶴で作った綱で覆い捕らえたことが起源だと記されています。この辺りには葛城や鴨が頭につく神社が多く存在していまして、これは大和朝廷のずっと前からこの地域を治めていた豪族の氏なんですね。こちらの御祭神は葛城一言主の狼と言いまして、古事記日本書紀それぞれの雄略天皇の下りに葛城山中で出会ったとの説話があります。460年雄略天皇が葛城山で狩りをした時に、天皇と同じ姿で出現して、天皇に名を問われると、私は悪いことも良いことも一言で言い放つ我こそが一言主の神なるぞと名乗ったそうです。神様と遭遇した雄略天皇はその後鹿狩りを一緒に楽しんだと記されています。地域では願い事を一言だけ聞いてもらえる神様、一言さんとして親しまれています。また全国各地の一言主神社の総本社でもあります。境内には巨大木が2本ありまして、その一つがこちら、樹齢650年とされるムクロジの木です。ムクロジは漢字で書くとこうなります。子供が煩わないという意味になりまして、子供の健康を守る木として大切にされています。もう一本すごい木が見えてきました。こちら県内では有名な
樹齢1200年の乳銀杏と呼ばれるイチョウの大木です。逆側に回りますと、その名の由来がよくわかります。幹の途中から乳房のようなものがたくさん出ていまして、この木に祈願すると子供を授かってお乳がよく出ると伝えられる御神木です。御祭神の一言主の狼と合わせて雄略天皇もお祭りされていますので、このように凛々しい雄略天皇像を見ることもできます。境内社として稲荷神社をはじめとする住吉神社や八幡神社も祀られています。古事記日本書紀のふるさと葛城シリーズパート1、いかがでしたでしょうか。神宿る葛城さんのふもとを順にご案内してまいります。パート2をどうぞお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。さよなら。